皆さんこんにちは、ジャングル東京の坂根瑞希です。今日は私のお部屋のルームツアーをしていきたいと思います。ではでは早速行きましょう。早速キッチンです。こういう調理器具買ったりもらったりしたんですけど、が使えていない電子レンジが一番使ってますね。あとこれはいただいたバルミューダのトースター。これなんか土鍋ご飯みたいに炊けるって言ってめっちゃ美味しい炊飯器なんですけど、全然使えてないです。あと低温調理器も一応ありますが、同じく全く活用できてないです。あとキャバ嬢御用達 OS1、 もうこれは Amazon で箱買いしております。あとねクリスタルカイザーと緑茶、ヘルシア、トマトジュースも全部 Amazon で買ってます。重たい荷物運べないからめっちゃ助かってます。これシーシャです。卓上シーシャを年末に勢いで買ってしまったんですけど、5回6回ぐらいしか使えてないかもしれないです。これがシーシャの炭で、それをトースターで焼いて使ってました。 OK です。あとはね、ここがお菓子箱で大量にお菓子が売ってます。このトッポとタケノコの里はうちのスタッフがくれたもので、じゃがりこたちは毎回毎回その新しい味とかが出たら絶対に購入してますね。最近だって焼き鳥と生姜焼きも食べました。コロナになってからお家でも飲むようになったのでワインセラーを購入しました。もっと大きいサイズもあったんですけど、家で飲むようなのでこれは小さめです。こんな感じです。私が好きなのは金蔵エステート、これもよくってめっちゃ甘いデザートアイみたいなやつですね、とかよく飲みます。ビールも箱買いしてます。飲んだりしてます。家に帰宅してからはだいたいこのお茶を飲んでますね。今まで電気ケトルを使ってたんですけど、ポットの方が常にお湯が90度で沸かれてるのでポット派に変わりましたね。じゃじゃん、こちら右側が民剤で左側がトラスタミンっていう喉の炎症とかを落ち着かせる薬なんですけど、チョコラ BB 飲んでこの2つを飲んでいつも就寝してます。今まで民剤ずっと飲んでなかったんですけど、中学校ぐらいから不眠症で 2,3 時間ぐらい寝れなくて、社会人になって寝れない方が困るわと思ってからはもう何年も毎日飲んでます。あとこれどっちも英語で書いてあるんですけど、高校生ぐらいの頃からかな、個人輸入してサプリじゃないや薬買ってますので英語です。普段飲む用のお酒はこっちに入ってます。あといただいて持ち帰ってきたシャンパンとか、これはクリスタルとあと P2 ですね。お家でいただこうと思って持ち帰りました。この3つは私が好きで自分でネットで購入したシャンパンとかワインとかですね。ルクセンブルグのワインで、あんまり店頭では売ってないんですけどネットでなら買えます。ルクセンブルグのワインは甘めで飲みやすくて、こう女の子が好きな感じですね。続いてリビングの紹介です。こちらです。リビングに大きいテレビがあります。私の身長の半分くらいめちゃくちゃ大きいです。大体ここで YouTube 見たりアニメ見たり映画見たりしてます。あとはソファーがこことここに2つあります。大体ここのソファーでこうやってテレビ見てます。テーブルに置いてある芳香剤です。ワイタルマテリアルっていうおしゃれな芳香剤いただいたんでこれ使ってます。友達が秋葉原でコンカフェ出した時に秋葉原に行ったんですけど、その帰りにゲーセンで撮ったスライムです。ドラクエのキャラクターの中でねスライムが一番好きです。使ってる掃除機です。ダイソンのものを使ってます。キャバクラやってる途中から家事掃除を全部外注に切り替えました。和江さんに依頼して週に1回来てもらってます。週に1回3時間和江さんに掃除してもらって綺麗なお家を保ってます。最近読んでる本たちです。本はお客さんにおすすめしてもらったものを Amazon で買って読んでます。これは読み終わりました。ストリングスファインダーっていうのは読むっていうよりネットで質疑応答みたいなのをして自分の強みを見つけようっていうやつなんですけど、面白かったです。あとねこの辺とかお勉強のために買ったんですけどまだ読めていません。あとは今年から中国語を習い始めて、中国語の本とあと中国語の
教材が手元にあります。だいたい中国語のレッスンも週に1回から2回ぐらいお昼受けてます。バルミューダの加湿器です。各部屋に1個ぐらい加湿器が置いてあります。喉弱いのでだいたいガンガンにして炊いてます。朝起きてからは同伴準備をします。まずお風呂ですね。こんな感じです。お酒をたくさん飲むので朝二日酔いで起きることが多いです。なので起きたらお風呂を止めてゆっくり使って汗を流して二日酔いを治してます。入浴剤をよく入れるんですけど、右側のエプソムソルテっていうのは一番二日酔いが治りやすいかなっていう入浴剤です。あとは疲れが溜まった時に湯の花とか湯の元とっていう入浴剤を入れます。これ入れたら温泉っぽくなるやつで、お家で気軽に温泉気分を味わってます。続いて洗面台です。めちゃめちゃ大きい鏡です。この辺が使ってるスキンケア用品とかカラコン、あと香水とかです。香水は最近クロベ、シャネル、あとルラボっていうところの香水を使ってます。もともとクロベばっかだったんですけど、最近のおすすめはねこのルラボです。紹介してもらって買ったんですけど、すごい自然な香りで、しかもその場で調合してくれるんです。で、ね、リスがお花の代わりで、アンバレットっていうのが洋梨みたいな甘い香りがします。次は寝室の紹介です。寝室にはバルミューダのスピーカーを置いてます。綺麗なんですよね。お酒飲むし喉が弱いのでいつも加湿器をガンガンにして寝てます。あと寝るまでここで本読んだりしながら生活してます。普段こんな感じでこのサイドライトをつけながら本を読んで寝るまで過ごしてます。以上私のルームツアーでした。見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。じゃあまたねー。